どうもこんばんは、パラスティカのカメだと澤部です。今回はですね、カリスマブラザーズさんのアプリが出たのは皆さんご存知でしょうか、うん、カリスマブラザーズさんってあのカリブラですか。そうです。私たちの大好きな大好きなカリブラ様でございます。カリスマブラザーズのワクワク女子寮脱出大作戦です、そうなの、初めて知ったわ。あ、本当、うん、まあ、簡単に言うと脱出ゲームなんですけど、今日はそちらをですねちょっとやりながら実況していきたいと思います。楽しい実況動画、実況動画です。もう今年はいろいろなことにね、チャレンジしていこうということで。ちなみにマメさん、ゲームはできますか？私ゲームはもう最近皆無ですので昔はやってましたけどね、いろいろ、ちっちゃい頃はね、やりません、全然全然やりませんね、全然やりません。はい、ゲーム無知の私たちが実況動画をできるのかという検証動画でございますのでこれね、うん、これかわいい。スタート、ゲームスタートでいいの？うん、だってなんかさ、みんなのさ顔さ、全然似てないっていうのがさ全然似てない。上からミノさん、ジローさん、ジョリさんでしょ。うん、クソ似てねえじゃん。誰が書いたんだよ、むしろ全然似てない。エピソード1ね、エピソード1。じゃあ回すよ、ジョージ、どうもこんばんは、カリスマブラザーズのジョージで、ジローです。今回はね、正直すごいの。ほうほうほう、はい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 、ポンポン女子寮、気合じゃないな、気合なずないやろ、ないやろ。女子寮ランド、先にミノが行ってるのでもう車に乗って現場で合流だ、行くぞ。おー、待ってって、かわいい、かわいいね、かわいい。あー、行っちゃった、どう、ここ、そう、女子寮ランド、女子寮がゼロ。待って、今のこのミノの顔見て何これ、何この顔、ちょっと仏みたいになってますけど大丈夫、女子寮に、女子寮ランドにみんなで行くみたいな、そういうやつ。そうなの、それも出してる。なるほどね、あ、閉じ込められちゃったと。鍵だよ、鍵あったよ。お、地べたから鍵ゲット、かわいい、地べたドア開かない、なんだって、だって、あ、わかった、ここの金庫だろう、ここの金庫開けるんだろう、鍵のないで大丈夫だけど、まだ壊すんかな。あ、カリブラ金庫壊すからね、よく壊しますね、壊すためのブツが必要だな。なるほど、まだまだいろいろあると、鍵は分からんな、探してよ。あれ、あ、ここ、あ、まあ、持ち物タップするのね。あ、タップして、あ、なるほど、オッケー。じゃあ今私鍵タップしたから、うん、鍵タップして、あのロッカーを押せばいいんじゃない？オッケーです。ヒントありがとう。おー、なんやこれは。日本刀出てきたわ。刀？何に使うの？この隣も開かないの？ロッカーのこっちは空っぽだね。はいはい。じゃあこれを使って金庫を壊す？ちょっと待ってね。これはなんかね、気になる。こうやってね。あ、あ、刀の抜き方見事。長押しでズーム、長押しでズーム、なんかちょっとおばさんが意味がわかんないな、あ、使い方、どうぞ、長押しでズームして、長押しでズーム、ズーム、どういうこと、刀をタップして、使い方、
3で手こずってます。エピソード1で手こずるババア2人。どんな需要だよ。どんな需要なの。待って、どうやってやるの。助けて。貸して貸して。じゃあトークと持ってきた。こうしてみました。ピッて。もうしたら、え、どうしたの？頭をよこせって言ってるから、だって分かった。分かったよ、ゆうさん。分かったよ。おっしゃ、抜いた。おー。と言った。と言ったぞ。で、それどうすんだ？これ、これか？おー。おー。なんか、どうした？お、切れた。刀で金庫を切りましたよ。ジョージさんが。そんなことあるかい。なんかゲットしました。秘密の情報、ドアのダイヤルに921って入れてね。だって。なんだこの可愛い字体は。お、すごい。これで921って入れるんだ。
これをこうですね。すぐぶっ壊すじゃん。ご苦労。はいはいはい。ご苦労。ご、く、ろ。お、ちょっと天才じゃない？天才。数分で終えたよ。うっかり脱出したよ。おー、さらっとクリア。まあここまではね、うん、楽勝だよね。いいんじゃないかしらと。楽勝ですよ、こんなの。そうだ、じゃあ次もエピソード3、私たちが紹介するエピソード3いきましょう。秒で終わらせます、この前置きは。どんな彼女と付き合ってきたのね。いや本当だわ。部屋の子は可愛いイメージがある、うんうん、よくわかんない。今まで付き合ってきた彼女どんな。汚いよ。大丈夫。こいつを次のエナジー。さっきエナジー使った。使ってないわ。どこでエナジー使うんだよ。なんかね、いろいろキープしたものを探すしかないから。キープして、どう探せば。ないね。意外とないよ。冷蔵庫。あ、開くんだ。開くのね。開きますね、これは。開くけど何もない。ちょっと、なんかないかしら。あ、なんかね、かな。悲しいけど何もないね。下は開かないのかな。寒い。あ、はい、出ました。はい、出ました。意味ありげな氷。言いそう、皆さんが言いそう。氷以外はね、ここも開きそう。ここ開かないのかな、ね、ここ開かないね。ここ開かないんだ。なんかさ、このゴミの紙怪しくない。どこ、これ、ここ、これ、これ。あー、これ怪しいね。ちょっと待ってね。もう、違うんだ。あ、時間と計算。時間と計算？難しくない？時間、時計。さあ、7時45分745。うんうん、他にもなんかある。なんかゴミも怪しいけどね。この気になるね。ね、ここあるけど、何もないですね。仕当たり次第だった。時間と計算。この氷は何に使うんだろう。ちょいデカの氷。なんか中に入ってるっぽい。あ、これを何かで壊すんかな。だそうでしょうね。したらね、おーい、壊すものくれ。お湯も出るって言ってたよ、今。あ、なるほど。ちょっと氷を押して、氷を押して、これをお湯につけたい。どうするんですか。あ、出た。何、これ、これで一瞬ですよ。はい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 、はい。メモ出てきたって。メモ出てきた。水で溶けないメモか。なんでかなかにテクノロジーが。すげえ噛んでんじゃん。全部アルファベット。暗号？暗号じゃん。氷の中からこれが出てきたんだ。そうなの。なるほどね。はい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 。サブさんは私分かっちゃった。溶き方、皆さんどうでしょう。私はちょっと分かっちゃいました。 H×M 分かった。私も分かった。待てよ、 H×M だろう。そうよ。この時計が
時45分ってことは、この時間と分をかければいいんですね。掛け算ができませんよ。7×45 電卓にやる。暗算とか無理だから。無理だね。電卓じゃあ使うよ。電卓使って、うん、暗算できないから。あるものを駆使して。そう、あるものを駆使する。7×45 は315。おおおお。ということは3桁じゃねえかよ。これはさっきから打ってるもじゃあ3桁でしょ。これこれですよね、はい、3、1。あ、あそこ5時だよ。2桁目こうだ。 OK。 わー、おー、開いた。すげーじゃん。どうした。好みじゃなかったと。あ、なるほど、ね、はいはいはい。部屋汚い女子は可愛い説は何なんだろう。そう、気になりすぎ。クリア、うん、クリア。エピソード3クリア。いけましたね。お、結構サクサクいったんじゃない。サクサクいったね。今日私たちが言ったのはこちらのカリスマブラザーズさんの、うん、カリスマブラザーズのワクワク女子寮脱出大作戦、うんうん、脱出ゲームですね。エピソード3まで私たちはクリアできました。うん、まあ、一人でやるのも楽しいかもしれないんですけど、こうやって友達と協力してね、やったりするとね、いいかも。うん、楽しい。一人だとね、ちょっと頭硬いからさ何も分かんないで、分かんない、すぐ飽きちゃうやつかも。そう、あの脱出ゲームね、自分みんなで盛り上がるかもね、うん、こうやってこれのアードコードやってさ。私たち iPhone なんで App Store から無料でダウンロードできますので、うん、ぜひお時間ある方はダウンロードしてみてください。はい、はい、じゃあ今日はこちらで終わりになります。はい、以上、せーの、バラスティカでした。